はい、こんにちは、ビッグボーイです。では、今回もプレイステーションナウベーター。前回は東京ジャングルやって、子孫を一代も残すことができずに終わっちゃったわけですが。じゃあ、今回はパペッティアっていうゲームやってみようかな。これは一切聞いたこともないし、やったこともないんだけど、やってみよさあ、皆様おう。お。入りください。未だかつて皆様が経験したことのないえ、ヒロシ？脅威の並外れた想像を絶する不思議なパペットショーへ。初めから。目を不可思議と幻想にえ、満ち満ちた魔法劇一人場へようこそ。が開演いたします。はい。私これは夜空に輝く月の国のお話です。月の女神が可愛がっていたリトルベアは、聖なるハサミカリバスと黒のムーンストーンを盗み出し、反乱を起こしました。リトルベアはムーンベアキングを名乗り、女神の住む宮殿白の城へ討ち入り、いつまで昔話をしている。今はもう僕の月だ。僕のものだ。僕の月の話をしろ。かくして月の女神は失われ、白のムーンストーンは砕かれました。偉大なムーンベアキング様は、よし。白のムーンストーンのかけらを部下の将軍に分け与え、権力と支配を強固なものにしました。それから3年。お、無慈悲な王は彼の地位を守る闇の軍勢を作り上げるため、夜な夜な子供たちの魂ハウルをの目視盗んを。では木の人形の中に閉じ込めました。そして今宵もまた、哀れな魂が黒の城グリズルシュタイン城へと連れ去られたのです。おお、かわいそうに。ほらご覧いやん、今日もまた新しい魂がやってきたよ。そのかわいそうな子供を使って何をやってるやら。今までの子供ずーっと失敗だったのに、まだ諦めないのかね。何度失敗しようと構いやしないよ。私あのカリバスを絶対に手に入れるんだからね。懲りないにゃ。この物語の主人公が目を覚ましたとき、彼はムーンベアキングの手の中でした。空太郎、空太郎、お前の魂を呼んだのは俺だ。空太郎、俺と友達になるか。ずっと友達でいるか。嘘つくな。うわ、首取って食った。またムーンベアキングにヘッドを食われた。あ、動ける。抜けか。よく聞くにゃ。ここじゃヘッドのないままでいるとすぐに死んじまうにゃ。死なれると我が輩も困る。どこかにヘッドになりそうなものあったかにゃ。どれ、ちょっと待ってにゃ。右スティックで探す。お、早速見つけたにゃ。 R2 で調べる。ヘッドポットにゃ。どれ捕まえるとするか。捕まえる。よし、捕まえたにゃ。おう、ああ骸骨だ。よし、今のやつはよーく覚えておくにゃ。あいつはヘッドを持って飛び回っている変なやつにゃ。ちょっと触るだけでびっくりしてヘッドを落としていくにゃ。とはいえ、ここに来たばかりのお前にヘッド一つじゃ頼りなくて不安だにゃ。お、もっと調べられる。これはおとぎ話か何か。
してて、それと同時進行みたいな感じでゲームが進んでいくみたいな、そういう感じか。クモゲット。もう一匹いたにゃ。これもう一つあったにゃ。クモヘッド入手。うわ、なんか気持ち悪くなった。なぜだ、なぜ手に入らんのだ。で、うわうわ、頭大事な人だからよく聞くにゃ。ヘッドはぶつかったりするとすぐに落っこちるにゃ。落ちる。落としたヘッドは早く拾わないと魔法が溶けて消えちまうにゃ。ヘッドを落としたらすぐに拾う、忘れるにゃよ。主人公の頭はそんなに取れやすいのか。ここはどこだ。大事なことがもう一つあるにゃ、ムンピーにゃ。今見せてやるにゃ。調べる。これが魔法石ムンピーにゃ。ムンピー。100個集めるとヘッドを全部なくしても魔法で生き返れるんだにゃ。なるほど。もう少し探してみるにゃ。ここ。おう。おっと、これは魔女のパンツにゃ。パンツ。なるほど。この主人公と、あとこの飛んでる虫みたいなやつをうまく両方操って、ゲームを進めていくと。え、なんか出てきた。生き残りたかったら、豆に集めるんだにゃ。オッケー。おお、また暴れてる。ムーンベアキングのやつ、まだ怒ってるにゃ。にゃ、何事にゃ。お、見るにゃ。ヘッドのマークが出たにゃ。いいか、ヘッドには少しだけ魔法がかかっているにゃ。ヘッドと似ている場所やものと共鳴するにゃ。やってみればいいんじゃないかにゃ。まずは使いたいヘッドを選ぶにゃ。使いたいヘッドを選ぶ。次にヘッドアクションをやってみるにゃ。ヘッドアクション。おう。こんな感じで何かが起こるからヘッドのマークを脱がすにゃよ。あ、待って。ずいぶん健康的だにゃ。こいつは敵じゃないんだ、この骸骨。あ、敵だ。あら、素敵なお客さんは。本当に可愛い坊やだこと。さっさとそいつを連れてきな。あ、これはやばい、壊れる。魔女のフォークに続くにゃ。彼女は待たされるのがお嫌いなのよ。早く来な。フォークは魔女と一緒で性格が悪いから気をつけた方がいいにゃ。入って。やっぱり。頭。え、どうするこれ。さっさと拾うにゃ。ヘッドが消えたらお前キラキラした魔法の。待って。厨房の奥へ進むにゃ。この厨房でクー太郎は一人ぼっちではありませんでした。またヒロシ。同じ境遇に身を置く哀れな子供たちがいたのですから。すごいミステリアスだ。ムーンベアキングの食事係で、それはひどく大変な仕事でした。気まぐれな暴君の食欲は彼の貪欲な意志と同じく凄まじいものだったのです。迂闊に近づくと火傷するにゃ。ムーンピーがいっぱいあるにゃ。焼かれないように集めるんだにゃ。え、どうやって。あ、今入る。あ、やってしまった。タイミングが。あ、今冷えてる状態。あ、でコンロがついた。目玉焼きが踊ってる。冷たくなった。あ、冷たい。あ、やばい。消えた。あれ、登れない。登れた。消えた。よし、ムンピー集めた。たい焼き。押しつぶされ、薄切りにされ、直火で炙られ、フランベにされる。転がる。それが厨房というもの。転がれる。あ、危ない。あ、もう一人が潰され、飛ばされた。サンドイッチ。調べる。一気りのいい匂い。
魔女が作ったのとは大違いにゃ。調べる。ああ、もったいない。ハンバーガーヘッド。このヘッドにもちょっとだけ魔法がかかってる。ほら、さっき言ったヘッドのマークが出ているにゃ。本当だ。おお。ヘッドの魔法と共鳴したの。バーガーやった。この世界ではこんなことも起きる。忘れるにゃよ。イエーイ。空飛ぶ猫が教えてくれた月の魔女という人物はエズマーポッツという名の素晴らしく風変わりな魔法使いでした。魔法の腕は一流だが料理の腕はいまいち。これ集めて、これ欲しい欲しい。よし、あ、取れなかった。このやる気のない猫インヤムはもともとは月の女神に仕えていました。こんな感じでゲーム進んでいくんだ。なんかある。な猫のお気に入りは月の魔女。もう一個バーガー、ジャンプ、これが欲しい。ゲット。二段ジャンプはできないんだ。100個になった。野菜に気をつけるんだにゃ。野菜に気をつけろ。ここはちょっとばかりキテレツな場所だが、キテレツな魔女が仕切ってるのだからしょうがない。お、トマト、トマトの切り身が転がってきてる。おう、オレンジ、あ、下取れるんだ。ゴール。あ、急いでちょうだい。飯作ってる。さもないと闇の変身しちまうよ。あ、すぐ手前にいる。で、なんかある。お、また骸骨か。あ、ここ死んじゃうの。あ、危ない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 。ジャンプジャンプジャンプ。よし。さあおいで、かわいこちゃんたち。さっさと行けな。あ、来ちゃったよ。ここいいんや。窓を開けるんだ。もうここは蒸し暑くてかなわないよ。窓開ける。3。ざっとこんなもんさ、器用だろう。え、あれ？早く月の女神を連れてきなさい。いや、この無礼者、その汚らわしい手をお話し。異性のいい姫君だこと、新入りのおちびちゃん。こっちを触る。魂を取り戻して自分のベッドに帰りたいだろう。だったらムーンベアキングのところから魔法のハサミカリバスを取ってくるんだ。カリバス？あんたならできるさ。きっとあんたは特別な子供だよ。やれやれ、毎回毎回誰にでも特別な子供って言ってるんだにゃ。いいんや。君と一緒に行きな。さあ、カリバスを取りに玉座まで行くとしようか。仕事ない。きっと楽しいにゃ。おお、なんだこれ。ここは試練の塔にゃ。あちこちに仕掛けがあって、一筋縄にゃいかないにゃ。こいつはね、試練の塔。直感だが、あの鎧はにゃ、ヘッドはこんな風に隠れてたりするんだにゃ。ヘッドが隠れてるのはヘッドポットの中だけじゃないにゃ。まめにあちこち探すことが大事なのにゃ。じゃあこの虫にたくさん探してもらおう。あ、なんか来てる。攻撃はできないんだな。なんか揺れてるな。よし、ちょっと先行してもらおう。先にジャンプ。お、ヘッドあった。ハンバーガー、ぐるぐる回っていくよ。ジャンプ。お、雲。
スルー。おお、何、あ、何回でも取れる。ぐるぐるぐる。ネズミ。樽がある。あ、青。これおとぎ話みたいな世界だな。ヘッドゲット。まだ先がある。開いて。おいおい、まずいにゃ。え？どでかい玉が転がってしゃがむにゃ。しゃがむにゃ。おお。やれやれ、まだ命があるみたいだにゃ。わあ、下行ってる。こけ。危ない。ジャンプ。カタブラ。ジャンプ。危ない。おお、ネズミ。ヘッドが来た。あ、ヘッドがたくさん来た。あ、ヘッドが大量に出てくる。あ、で顔のマークがあるからアクション。うえー。あれ、連れてかれた。ボーナスステージ、これボーナスステージなの。巨大な雲にさらわれた空太郎でしたが、空太郎、まさか大雲は攻撃してきませんでした。お、危ない。大雲はヘッドを見て、空太郎をジャンプ、何万人いる自分の子供の一人だと勘違いしたのです。なるほど。お、たくさんこれをゲットしよう。こいつのさらに上に登る。あ、取れない。ゲット。おっおっ、もう一丁。ここもこれジャンプ。どんどん上に行く。ジャンプジャンプジャンプ。あ、落ちる。ジャンプジャンプ。よし、全部ゲット。ボーナスステージ終了。さあ、先に行ってみようか。お、後ろからネズミ。バナナ？バナナがめっちゃ来たよ。バナナの帽子ゲットしたよ。めっちゃ滑るんだけど、これ。あ、でも滑る滑る滑る。こいつ崩して、お、入ってった。シャングリア、シャンデリア。やったにゃ、ヨクザの入り口にゃ。入り口。ここまで来れたのはクータロー、お前が初めてにゃ。おう、何かけて、私はあなたに命します。太陽の娘に何すんねん。こないな仕打ちで太陽を許さへんよ。お待ちよ。もし太陽に気づかれたら、我々はどんな仕置き。一人娘の姫君は我が支柱、太陽に手出しできるものか。そうでございますよね。もちろんムーンベアキング様が太陽を恐れ敬う必要もございませんし。姫君には特別な部屋をご用意しました。ごゆるりとご滞在願いましょう。お、おやおや、ムーンベアキングがカリバスの元から離れるとは。クータロー、
お前はとてつもなく幸運にゃ。鍵がめっちゃあるよ。我らの英雄の前に伝説のハサミである偉大なカリバスがそびえ立っていました。しかしカリバスはムーンベアキングの邪悪な力により生み出されたツルクサダークプランツでがんじがらめになっていました。そいつがカリバス、かつて月の女神が手にしていた偉大なハサミだにゃ。その思い前運命をその手に。こいつはびっくりにゃ。いやいや、いい意味で。カリバスはお前さんを自分の使い手として選んだぞ。クータローの運命にカリバスの持ち主に選ばれるという幸運が舞い込みました。しかしながら同時に多くの不運も舞い込むことになるでしょう。よくさ、カリバスを手にしたクータローの最初の試練は切れる監視装置。おお、めっちゃ切れる。脱出でした。おお、すげえ切れる。閉じ込められちまった。ハサミを使ってこのやり方こそが脱出の鍵。お、まだ切れる。お、めっちゃ切る、めっちゃ切れる。あ、治ってる。切る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 。うまいこと言ったにゃ。で、さらに切る。治るな治るな治るな。端っこからこのまま行けば逃げ出せるにゃ。これも切る。さっきみたいな調子で次もこれもさらに切る。頼むにゃ。いい感じで慣れてきたようだにゃ。お、まだ切る。バナナがある。よし、カリバスを手放すにゃよ。おお、めっちゃある。何をするにもこいつの力が必要にゃ。端から切って切って、あ、治ってく。のんびりするにゃよ。奴が戻ったらまずい。あ、待って、なんかマスクがあるな。バナナかよ。端から切っていくしかないか。切って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 、待って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 、よし、お見事にゃ。やるじゃないか。うお、こいつ切れんの？切れない。俺のカリバスを盗んだのは、バナオです。監視装置はどうやってどうやってここに入り込んだ。このチビ、俺の部屋で何をしやがった。我がしもべよ、盗っ人をひっ捕らえろ。おお、気持ち悪い。うわ、めっちゃ来る、めっちゃ来る。デクたちが周辺に、やばいやばい、怯え震える英雄へと迫ってきました。デクの体には捕らえられた子供たちの魂が封じ込められていたのです。お、戦える。カットカットカット。解放成功にゃ。解剖解剖解剖。お前のヘッドをむしり取ってやる。どんどん解剖。もし捕まったらお前もどんどん解剖。しもべたち、ずっと片付けろ。解剖解剖いって。マスク、マスクが、マスク、僕のマスク切る。しもべよ、しもべよ。我らの英雄のヘッドを奪い取ろうと現れた悪夢のような怪物ボル。ボス？それはムーンベアキングの邪法によって生み出された恐ろしい魔物の一つでした。切っちゃえ切っちゃえ切っちゃえ。
もっと切る。こっちも切る。危ない。よし、来た。あれ、まだ。もう一回切る。怪物から逃れるため、空太郎は生まれて初めての恐怖を克服しなければなりませんでした。ほら、もっと切ってやる。よし。まだ回復する。激しさを増す戦いの最中、命の縮む思いをしながらも無我夢中でハサミを振り回し続けたのでした。おお、めっちゃ出てきた。切る。よし。空太郎は怪物退治を成し遂げました。伝説のカリバスをその手に、冒険物語の最初の一歩を踏み出したのです。少年は早くも逃げ出さなければなりませんでした。残酷な暴君が迫っていたのです。お、外に来た。タイガー。はい。あのチビはどこだ。まだ遠くには行ってはいないはずであります。きっとこのすぐ近くに。真下です。ここにはおらん。そしてなぜお前はここにいる。早くヌットを探せ。さもないとお前の会を。うわ、潰れる。おおよ、お怒りをお鎮めください。万事私めが勝利いたします。他にお困りの方は肩をお見せしましょうか。温かいミルクはいかが。よくやったにゃ、空太郎。こんなにうまくやったのはお前が初めて。さあ、魔女の元へ戻るのにゃ。何をためらってるんだにゃ。早くしないとデクたちに見つかって、ムーンベアキングに八つ咲きにされちまうぞ。お、セーブされた。というわけで、パペッティアはじゃあここまでにしようかな。じゃあこの紙芝居というか、なんというか、このような、なんかおとぎ話のような世界で、横スクロールのアクションゲームとか、アドベンチャーゲームが展開されていくようなゲームを PlayStation Now でやっていました。これが4本目のタイトルで、じゃあ次回最後1個やっていきたいと思います。じゃあ今回はここまでで、はい、ご視聴ありがとうございました。